クロードが目指すは水戸岳砦。ここにイオの巻物が隠されている。あやかしがイオの企みを推し進めるための策が記されているらしい。もし巻物を盗むことができればイオの企みが明らかになる。しかし砦は火の少量に守られていた。差を引き裂き、火の少量がクロードを捕らえた。門は閉じられてしまった。クロードは壁を越える手を探さねばならない。門は閉まり、道は閉ざされている。モーコは少量への供物として火薬を貯めていた。これをうまく活かせば好機に転じられよう。とどろき渡る音とともに門の錠が砕け散る。中庭では大勢の猛虎兵がファンをしている。少量を壊したが、まだもう一匹近くにいるようだ。仲間を殺され、残された少量は激しい怒りに燃えた。クロードを射抜くべく二の矢三の矢が瞬く間に降り注ぐ。
またしても道が塞がれている。クロードがイオの巻物に近づけば近づくほど少量の怒りは燃え盛っていった。火の少量が中庭の奥にある櫓で待ち構えていた。クロードはさらに火の少量を打ち倒した。火の少量が中庭の奥にある櫓で待ち構えていた。クロードはさらに火の少量を打ち倒した。再び行方を塞ぐもんだ。クロードは門を破る火薬を見つけた。ネギオ・カッシンタ。
城は砕かれ、そして道が開いた。クロードは長屋に到着した。イオの巻物はこの近くに隠されているはずだ。クロードはイオの巻物を見つけた。どうやらイオは己の国で税を次々と増やしているらしい。巻物をその汚い手で怪我しよったな。
いつかイオは対馬に渡るため扉を開く。巻物に触れるな。我が精鋭が安咲きにしてくれる。いつか伊予は対馬に渡るため扉を開く。クロードは全ての巻物を手に入れた。あとは火の少量を一つ残らず壊せば型がつく。イオは人柱を用いて古の儀式を行うつもりだ。神に血の贄を備えることで誰にも打ち壊せぬ扉を生み出すつもりなのであろう。クロードは砦の奥へとたどり着く。ここの門も閉じられている。にわかにイオの勢が扉から現れた。イオの国へと続く扉だ。主の中に力を感じるぞ、クロード。さあ、我に見せてくれ。丘の上には、イオの精鋭が
クロードを待ち構えている。
の間ではあるが、イオの勢を討ち取り、扉の周りに敵はいない。扉を破壊するには千載一遇の機会であろう。扉を壊しさえすれば、イオが対馬へと渡る術は消えてなくなるはずだ。しかしクロードはふと気がつく。道が開けていると。扉を越えればイオの国へと入れる。般若を退治する好機は他にあろうか。